その時はぜひ S 席で招待させてもらうから、旧7組のみんなはもちろん、リーンの教え子たちも一緒にね。
こんばんは、リスナーの皆さん。トリスタ放送が5月14日夜9時をお知らせします。アーベントタイムのお時間ですよ。ライノの花もすっかり散って、お天気の日が続いていますが、新生活に慣れてくるこの時期、憂鬱な気分になることも多いですよね。そんな時、私だったら思い切って週末にパーッと小旅行を計画しちゃいます。大市で有名なケルディックや経済特区ジュライデの買い物機構なんてのが私の一押しですが、やっぱり今注目したいのはあのクロスベル市でしょうか。一時期の情勢不安もありましたが、今はほとんど解消されて、去年は国内旅行の人気ナンバーワンだったとか。大陸最先端の街並みはもちろん、テーマパークミシュラムワンダーランドのマスコットミッシーなんかはもはや知らない人の方が珍しいくらいですね。グッズを見かけることも多くなって、私もつい行く先々で雑貨屋を覗いちゃいます。本場クロスベルの百貨店にはミッシーのアンテナショップもあるんだとか。ぜひとも覗いてみたいですね。さて、続いてはお便りのコーナー。帝都在住、ラジオネーム公女殿下マジ天使さん。いや、しかしやっぱりミスティさんはミスティさんだな。僕もよく聞いていたが、軽妙でユーモアのある語り口もあの頃のままというか、途中から魔女だということも忘れてすっかり聞き入ってしまったよ。それについては、昨夜僕が言った通りだっただろう。視察団と前後することになるが、現地での観察業務が始まったね。お互い忙しいだろうが、なんとか会える時間を作れないか。ああ、観察員は立場上、政府の情報は伝わらなくてね。なんとなく見当はつくが、まあ憶測はやめておこう。それより皇太子殿下のご成長ぶりは帝都でも話題になっているが、君をいきなり引き抜こうというのはさすがに驚きだな。
それはもちろん。トールズ士官学院本校所属、セドリック候補生以下3名です。第二分校の気候兵教練への特別参加を希望し参上しました。